中本富夫は、日本の政治家。立花町議、立花町議会副議長、第17.20代立花町議会議長、立花町長、諏訪大島町長を歴任した。1922年12月9日、現在の山口県諏訪大島町に生まれる。1940年、山口県立上小中学校卒業。1944年、 アザブ獣医専門学校卒業。農林省畜産主験場に勤務した後、地元で獣医師をする。1963年10月、立花町議会議員に初当選する。その後、副議長、第17代立花町議会議長、第20代立花町議会議長を歴任した。町議会議員を7期務めた後、1991年1月13日の、 立花町長選挙に立候補して、現職の池田正彦を破って初当選を果たした。当日有権者数、人最終投票率 91.、91.35%1 月18日に立花町長に就任した。1995年1月10日、無投票で再選を果たした。前回とは違って、 新人との争いとなったが1999年1月10日に大差で参戦を果たした。当日有権者数5356人最終、投票率 88.54%2001 年7月、山口県町村会長に就任した。2003年1月7日、無投票で4000を果たし、2004年9月30日まで務めた。 2004年11月9日、立花町が他の3町と合併して発足した、津尾大,大島町長選挙に立候補して、無投票で当選した。2008年4月25日、阿賀野市長の本田富夫の引退に伴い、全国最年長市長となった。同年6月19日、町議会で今期限りでの引退を表明した。2019年7月20日、 肺炎のため相応島町の病院で死去した。ありがとうございます。